フィオルニルは、紀元前1世紀から1世紀初頭にかけて、ガムラウプサラにいたとされる、ユングリング家に属するスウェーデン王である。彼は半ば神話伝説的な時期の文献に、フレイとゲルズの息子として登場している。フレイの子孫は、彼の別名、ユングビに由来する、ユングリング屋と呼ばれたという。フィオルニルは、後にデンマークとなる、シェラン島に、同様に、 神話時代の王として知られる平和のフロージを訪ねた際、蜂蜜種の樽の中に転落しで起死した。フィオルニルの後はその息子、スベイグジルが継いだ。コエッタのグロッティの歌は、フィオルニルがアウグストゥスと同時代の人であったと伝えている。彼は素晴らしい王であり、その知性の収穫は豊作であり、平和が続いていた。彼の知性に王、フロージは、 シェラン島の霊霊を支配していた。クロッティの歌は、フロージがフィオルニルをクサラに訪ねた折に、二人の女巨人、フェニアとメニアを買ったことを語る。しかしこの二人の女巨人は、フロージ王の破滅の原因となった。ユングリング家の佐賀大獣将は、フィオルニルがフレイとゲルズの間の息子だと語っている。フィオルニルは、ユングリング家において深刻化されない、最初の王であった。 著者スノッリーリストゥルルソンは続く第十一章でフレイの死後にフィオルニルがスウェーデン王になったと語っている。しかしフィオルニルはシェラン島の王である平和のフロージを訪問した際蜂蜜種の樽に落ち溺死してしまう。スノーリは九世紀に成立したユングリンガタルにおける数行の死も引用している。死ではフィオルニルがフロージの住居において 蜜種により命を落とした胸が語られている。ノルウェー史。12世紀後半に成立したノルウェーの歴史書は、ユングリンが樽のラテン語による概要を掲載している。それは、スノッリが引用したものより古いものである。この文献も、フィオルニルがフレイの息子であり、ソベイグジルの父であること、蜂蜜種の樽の中で進出することを伝えている。それより古い文献である。 アイスランド人の書も、ユングリンガタルでの王家の系統を列挙し、それにもフレイの後継者とスベイグジルの先代として、フィオルニルを挙げている。加えてこの文献は、フィオルニルが、フロージ王の下で死んだことを手短に述べている。フィオルニルという名前は、オーディンの名乗った別名にも見られる。コエッタの、グリームニルの言葉第47節では、彼が、 ゲールロズ王に身分を明かすときに名乗り、レギンの歌第18節では、彼が、崖の上に立って、シグルズと、レギンに話しかけた際に名乗った。スノーリも、三分のえった第一部、ギュルビタブラカシ、第三章において、オーディンの名の一つとして言及している。ありがとうございます。